間に上空を構え、一家十二門の水道の水で十数本の糸が人形に命を吹き込みます。命を吹き込まれた人形は人間のように動き回ります。こちらは日本初上演の人形劇、手の細やかな動きと巧妙な仕掛けの舞台が目を引きます。日本をはじめ世界から集まった人形たち、子供も大人も個性豊かな人形の姿に目をキラキラと輝かせます。飯田人形劇フェスタ、舞台裏を支えるサポートスタッフも大忙しです。飯田人形劇フェスタは毎年8月初旬に飯田市で開催される日本最大の人形劇の祭典です。2008年は飯田市が人形劇の街となって30年にあたる節目の年となりました。人形劇団とそれを支えるスタッフ、そして人形劇を楽しむ人々の熱気に包まれた飯田の夏を紹介しましょう。美しい自然に恵まれ、歴史と伝統文化に包まれた飯田市。街角のそこかしこに人形が飾られ、飯田の夏を彩る人形劇フェスタが今月2日開幕しました。フェスタセントラルパークではオープニングセレモニーが行われ、子どもたちが元気よく歌やダンスを披露しました。30年という節目を迎えた2008年は世界人形劇フェスティバルも同時に開催されました。海外16劇団の公演をはじめ、国内から267劇団が参加。8月2日から10日までの期間中、150余りの会場で600以上の公演が行われました。飯田人形劇フェスタの前身、人形劇カーニバル飯田は、今から30年前の1979年の国際児童年に、全国から参加する人と市民が交流する人形劇のお祭りができないだろうかという一つの提案から始まりました。提案は実を結び、全国からプロアマを問わず人形劇を愛する人たちが、黒田人形芝居、今田人形などの人形浄瑠璃が今なお残る飯田に集まり、市民参加型の人形劇の祭典が誕生しました。人形劇フェスタの期間中には、専門の人形劇場をはじめ、地区の公民館、幼稚園など150余りの会場で600以上の公演が行われます。いくつかの人形劇を紹介しましょう。ライブハウスで公演を行うのは沢則之さん。北海道出身で現在はチェコに在住し、ヨーロッパを中心に活動をするプロの人形師です。そなたを見るたびに胸がメラムラ晴れてくる。ああ恋山身も心もの時代に生まれた江戸糸操り人形。10本を超える糸が人形に命を吹き込み、繊細で表情豊かな動きを見せます。息の合った人形師の技は見事なものです。
こちらは日本で初めて上演されるソフィー・クロックの歌姫ディーヴァ。古い劇場で歌姫ディーヴァのショーが始まります。劇場の屋根裏では教授が完全な肉体を作る薬を研究中です。教授から無理難題を押し付けられ、助手のネズミのエディはパニック寸前。ショーは狂気へとなだれ込みます。For my ocean. Now. 音楽、照明、そして巧妙な仕掛けの周り舞台は不思議な世界を作り出します。なんで場面場面をきちんとこう分かりやすくすごい組み立ててあって、でまたこうなんか日本の人形劇とまたこう仕掛けが違ったり、なるほどなと思って見せていただきました。はい。ペルーの劇団ガイアテアトロのフィンガーマンです。手と指の表現だけでまるで生きている人間のように感じられる見事な人形劇です。ガイアテアトロは言葉のない透明感あふれる世界を手と指だけで生み出します。こちらはハンガリーの劇団ミクロポディウムです。ミクロポディウムとはマジャール語で小さな舞台を意味します。その名の通り、小さな舞台の中で人形が生き生きと動き回ります。公民館で行われているのは小学生の人形劇です。演目は地元の民話をテーマにしたお品の文語。人形から舞台まで全て子どもたちの手作りです。もう田舎者めら残った弁護飯田人形劇フェスタでは多くのアマチュア劇団の公演が行われます。プロばかりでなく誰でも参加できるのがフェスタの大きな魅力です。最初の方だからさ、すごく緊張した。街全体が人形劇一色に染まる飯田の夏。この国内最大の人形劇の祭典はおよそ2000人のサポートスタッフがボランティアで運営を行っています。人形劇が好きだから、人と触れ合えるのが楽しみだから、そんな気持ちで集まった飯田市民はもちろんのこと、県内外の人たちがフェスタを支えています。中学生から大人まで多くの人々がスタッフとして参加するのも飯田人形劇フェスタの大きな特徴です。また飯田人形劇フェスタはみんなで作り支えていけるように、一人一人の目的に合わせた参加の仕方を用意しています。胸につけているワッペンが参加の印。見る人も演じる人も支える人も基本参加費を負担して参加賞ワッペンを着用します。このような参加の仕方もフェスタの特徴の一つです。飯田人形劇フェスタでは各地区でそれぞれ趣向を凝らした交流会が企画されています。こちらは飯田市金江地区の一色神社。境内では台湾の劇団が獅子舞を披露しました。
お返しに今度は一色神社に伝わる獅子舞が登場。日本と台湾の伝統芸能の共演です。獅子舞が終わると金井地区の人々が企画した餅つきが行われました。台湾にも餅つきはありますが、杵を使うのは初めてのこと。こんなハプニングも起きました。そして突き立ての餅やおにぎりでの交流会。あ、そう。言葉はうまく通じないながらも和やかな雰囲気です。ジャパニーズおにぎり。人形劇団と地区の人々との交流、フェスタの魅力の一つです。台湾語でいいファン団、いいファン、いいファン団、いいファン団、いいファン団。人形劇の街が生まれて30年。2008年の飯田人形劇フェスタでは市民と参加劇団が共に祝うメインセレモニーが行われました。子どもたちの創作パフォーマンスで30年を振り返り、25年ぶりに小太郎物語も復活上演されました。ゆう、もう来てたのか。はい、おにぎり。さっきのお祭りの笛、ゆう、うまくなったら。物語は両親を知らずに育った小太郎が主人公です。あんなこと言って、小太郎師匠様。知らへん。小太郎は母親が竜にされたことを知り、山奥の湖へと向かい対面を果たそうとします。小太郎、とうとう来てくれたのね。小太郎、お母さん。再会を果たした小太郎と竜の姿をした母親。こんな姿でかんな。母は小太郎を育ててくれた村人が貧しさに困っていることを知り、湖の水を抜いて畑にしようと岩を命がけで壊しました。その時親子に奇跡が起きます。お母さん、お母さん、飯田の人たちはもともととっても芝居好きの気質だったんですね。それに、昔からさまざまなお祭りで獅子舞が奉納されたり、踊りが奉納されたりという、そういったことが大好きな気質の人たちが多かったと思うんです。それにちょうど劇人さんたちが、お祭りをセットしてくださって、それをまた市民の人たちがしっかり育ててきた。それが今こんなに大きくなった要因だと思います。人形劇の町飯田、かつてカーニバルを楽しんだ子どもたちが親になり、子どもと一緒に再び人形劇を楽しんでいます。人形劇と出会い、大勢の人と出会い、時を経て今飯田の人形劇は親から子へ、飯田から世界へとつながってきました。そしてこれからももっと広く深く楽しく市民と人形劇団、支えるスタッフがつながっていくことでしょう。